します。東北から最終最後のお訴えをさせていただきました。それではお待たせをいたしました。お隣の選挙区よりご自身も衆議院選挙出馬されておりますから、同じく最終日を迎えている前ワクチン担当大臣河野太郎広報本部長よりお訴えをさせていただきます。河野太郎でございます。大勢の皆様に星野剛さんのためにお集まりをいただき、また足をお止めをいただきまして本当にありがとうございます。いよいよ明日が投票日となりました。この総選挙でございますが、藤沢市役所夜8時まで不在者投票、期日前投票をやっております。ぜひここに足を運びたいいただいた皆様、この後お時間があればぜひ藤沢市役所に足を伸ばしていただいて、星野剛と一票入れていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。星野剛さん、菅総理の懐刀として、この菅内閣、本当に菅総理を支えて頑張ってきました。残念ながら菅総理退陣することになりましたけれども、この菅内閣の1年、きっと歴史の上でさまざま評価をされることになると思います。今星野さんから話がありました、不妊治療の話、保険適用になる話、あるいは携帯電話、それ以外にもデジタル庁を作って行政のデジタル化をしっかりと進めていく、あるいは日米首脳会談で台湾海峡の問題を日本側からしっかりと問題提起をした、さまざまな業績がこの1年間に詰まっております。きっといつかこの